った。未熟ながらも。もともと声が小さいんだよ。いつも頑張って喋ってんの。だからね、タクシーでいろいろ失敗するの。運営が小池さんになってる。何が真実か分からない。あ、じゃあこれ何考えながら歌った？一曲ですか？食べる人、はーい。食べる人。
あんまりいない。お姉ちゃん家にご飯はいないですよ。いや、私も今、何でもすんのいないのか忘れてた。お酒を買いに行ってくれ。ほらほら、やってみて、やってみて。うまいよ。やってみて、マジで。醤油垂らしてうどん入れるって。あ、美味しそうね。うどんはうまいかもしれない。いや、ご飯でやって。あえてのご飯。あえて。ビール。ちょっと喉乾いて。甘いと言ってた。清さん、お飲み物大丈夫ですか？あの、お茶も。ビールを買ってきてください。はい。とりあえず。甘いの飲んでビールがいい。ビールがいい。おでんのね、おでんの汁に。おでんの汁に。あの、お家でね、おでん作って、その後、絶対、あの、ご飯か。僕、お家でおでんの日あったんですけど、ご飯、なんか。最後、ご飯入れるんだ。ご飯合わないっていつも思ってました。だって全部、水分した。いや、おだしがうますぎて、ご飯が負けちゃうんですよ。そんな感じです。すっごいめっちゃたっぷり汁入ってるんですけど、どうぞよかったら、うん、なんかこぼしそうなクラブ、あ、わ、なみ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 ですけど、すごい。タンパク質とご飯はすごい相性がいいのか。うどんじゃない、うどんだって何やってもいけちゃうんだから。うどんも何やっても、ね、ありがとうございます。だけでもいけちゃうもんね。確かに。でも なんていうか、このね、すべてを吸い込んだお米みたいな、表面積が多いじゃない、お米の方が。はい、関西人はうどんなの？私、うどんですね。関西はうどんですね。ちょっと関西はいませんけど、なんとなく。いや、そんな、なんか、すいません、なんか、酒飲みたいがばっかり、追加で買いに行くとか、マジ本当自転車激走でした、マジで。あ、自転車で買います。誰の自転車で、誰の自転車、いや、自転車を押していきました。あ、赤い。あ、赤い。あ、赤い。お皿取ってるやつ。あ、お皿取ってる。こぼさないように気をつけてくださいね。真っ赤。誰も流れながら、こぼして濡れてる。そんなことない。分かる、分かる。今、畑さんの萌えポイントは、なんか何、恥ずかしがってるみたいな。ちょっと待って、違う、あっけいの、やるかないように、あっちょっと待って、まマリュー、あっちょっと待って、猫舌、猫舌なんだ。こんにゃくはちょっと熱かったかもしれない。おにゃんこ、え、おにゃんこ、おにゃんこ、こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく、おにゃんこ、おにゃんこ違います。言わないでください。違う、言わなくていい、言わなくていい、こんにゃく、あの、しじさんは気づいても言わなくていいって言ったらいいです。はい。今拾ってるよ。拾っちゃいけない単語です。いけない、いけない。あいちゃん拾いがちだ。ちょいちょい拾いがちですけど、思わんことが一番ダメですか。なんで猫じゃないの、あつみさん。目が飼ってるね、食欲。からしいります。あ、からしすごい大量にいただいたんです。何曲かわかんない。あ、ちくわぶはありますか。ちくわぶはなかったです。そういうの先に言っていただかないと。おでんって言ったらちくわぶだよね。おでんって言ったら大根じゃないんですか。ちくわぶです。関東の人間はちくわぶです。僕のセブンイレブンとしての常識がなんかすごく覆される感じなんですよ。ちくわぶです。とりあえず大根と卵と爪で入れとけば大体喜ぶっていう。あの、関東の人間はちくわぶです。おでん食べてきますね。ちくわぶ、まあ、確かにちくわぶっておでん以外では食わない。いでしょ。で、すべての出汁を吸って。切れ目が入ってる、ちゃんと。なんと。あの小麦の塊がたまらなく愛しくって。でも、ちくわが嫌いです。ちくわ嫌いなんですか。違いますね。ちくわ。あれ、大嫌いってことじゃないんだけど、食べられるんだけど、そう、あの、人が選ばないです。自分の偽物がみたいなことですか。一人。なんだろうな。嫌いじゃないんだけど。僕、ちくわぶだったらちくわの方が好きです。何言ってんの。まあ、きっとそういう人の方が多いから。でも食感が違うじゃん。ちくわぶの方が感動的でしょ、この甘みの差が違う。ちくわなんてだったら。だって、所詮小麦粉ですよ。いや、ちくわってただの練り物じゃん。練り物ですけど。みんな同じハムハムの仲間じゃん。でも、ちくわぶだけは違う。あ、なんか、
くちゃっていう感じを確かにちょっとします。大根はいくら汁を吸っても大根の味も主張するじゃないですか。そうですね。それが美味しいっちゃ美味しい。はい、あ、ほら、ちくわぶは、ちくわぶは完全にその汁の味に染まるじゃないですか。そう、あなた色に。一色、そうそう。あなた色のふまふまってところが溜まってる。ふまふま。だから、もちろんそうじゃん。あなた色のふまふまって感じじゃん。ふまふま。白玉とか。牛皮とか、まあ確かにふまふましますね。でしょ？そう。大根も美味しいんですけどね。でもなんかそれは大根は大根が白を吸ったから美味しいのであって、うん、白を吸ったちくわぶっていうのはなんかちょっと違うようなちくわぶ美味しい。あ、確かに汁を吸わない前の大根にそれほど魅力があるのかと言われると、でしょ？でもね、ちくわぶもね、なんか期待があるもん。あ、白いちくわぶが何を吸い込んだこの真っ白いお前がみたいな、どんだけのもの吸ってんだいって。はんぺんではダメなの？はんぺんも好き。でもはんぺんも好き。はんぺんは小麦粉が好きなんだ。はんぺんはコンビニ店員としてすごく難しい。はんぺん好き。あれは家で食べるものです。おでんとしては、あの子はなんか売り物としては白い方が美しいので、こうひっくり返しちゃいけない素材。でもね、大体がカピカピになっちゃう。カピカピって、ただ、あの子をひっくり返したらカピカピになっちゃうんで、うん、ひっくり返したいんですけど、ひっくり返すと、ダメって言われるんで、うん、そのままにしておくんですけど。うん、あ、でも、パンペルマンってすごい。何も食べていいですか？うん、どうぞ。パンペンとチーズの相性ときたら、これは。そうだよ、そのね、それをね、語りたかったの。あのね、はい、フライパンに、あの、テフロンかけの、はい、あの、テフロン加工の。テフロン加工ね。テフロン加工じゃなくて。そうなんです。パンダさんの萌えポイントが今、グイグイ出てますよ。今、あの加工ね。で、そこに、あの、ちょっとだけバターを落として、はんぺんを置く。で、その上にスライスチーズ。とろけてもとろけなくてもいいんだけど。で、お下のはんぺんが溶けてきたなと思う頃に、おもむろにひっくり返す。そうするとチーズがあのにわって溶けて焦げる匂いがして、でもテフロン加工だから一応すくえるので、そこをすくさずこうピュッとお皿にパッてやって黒胡椒をサササッとかけて、あの猫舌なんだけど熱いうちにパフュッパフュッと食べる。で、ちょっと舌が焼け気味なんだけど、それはビールでキャッキャッと冷やすと燃えますね。めっちゃ燃えるんよ。美味しいし、めっちゃ美味しいにょーって言ってましたね、今。やってるよ、そんなこと言ってない。美味しいよ。待ってるにょ。言ってない、言ってない。あと、あの、しょっぱいのが好きな人は、そこにあの醤油とかちょっと、あの、ひっくり返す前に垂らすと、醤油ですね、そう、焦がし、焦げた醤油が美味しいんだけど。焦げた醤油の香りとうまさときたら。にょー言ってない、にょー言ってない。美味しいにょ。言ってない。待ってるにおですね。私してない。あの、美味しいんですよ。それをね、伝えなかったの。メイカントゥーマイズ。だからスーパーでね、バンバルにおちょっとみんな安いでーす。メイカントゥーマイズ。メイカントゥーマイズ。安い時はスーパーで98円なんで。今日も君が来てくれるの。待ってるにお。待ってるにお。経済的でもあるし、タンパク質も取れるし、うん、でも脂質は少ないし、あ、うん、っていうのもなかなかバランスが取れてた。私、ね、脂質もカロリーも取りまくりなんですけど、あの取りまくりですね。フライパンにバターを沸かして、お餅をペペッと置いて裏返して、周りがカリカリサクサクになるまで焼いて、でバッと開けてお醤油ジュジュジュより巻いて食べるのが大好きです。美味しいものを食べないじゃないじゃないですか。ビールのつまみですけど、うん、あ、つまみにするんだったらね、切った方がいい。かくね、あ、長い間楽しめるから。そうですね。これ枝豆食べてもいいですか？いや、そうするのだから。メッフィーのお皿かわいい。